林社長と高澤社長にお越しいただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ですね、まず林さんの方にちょっと伺いましょう。はい、高澤さんが3ヶ月前から出ていただいて、はい、今月もなんと7志願者分すごい、ね、出ていただいてるんですけども、はい、共演されて率直な高澤さんの印象というか、はい、どんな感じですか、高澤さんは。はい、一言で言うと気が合わないなと思います。本当に例えばお茶させていただいたりとか、そこはすごくいいんですよ、はい、すごくいい形もすごい仲良しだと思ってるんですけど、ビジネスに対する考え方、志願者へのことはまあ結構割れることが多くないですか、ね、そうかもしれませんね。例えばね、めちゃめちゃ面白かった臼井さんとかね、はい、一緒でしたよね。よく覚えてます。僕めちゃめちゃ面白いので、もともと知り合いだったというのはあるかもしれないですけど、ね、結構受けるチームあったんですけど、もう全然受けてないしね、あと他でも、まあ、言えないかもしれない、放送が間に合ってないかもしれないですけど、僕はワンチャンいいかなと思ったところも絶対ダメみたいな感じのこともあったし、そういうのがいい意味でちょっと気が合わない、なるほど、という印象ですかね。いやーちょっと唐突だったら汗出てきたわね。いやでも仲良しですよ。この前もね、六本木のリッツカールトでアフタヌーンティーしましたよね。はい、爆弾発言がいきなり飛び出しましたが、逆に高澤さんからこれ忖度なく、林さん一緒に出ててどうですか、やっぱ気合わないですか。気は合わないです。はい、合わないと思います、はい、でもそれは、うん、いい意味でなんですよ、はい、みんながみんなね、その薄井さん会もそうですけど、うん、同じことを言っても面白くないし、うん、はい、それぞれの人たちが自分の本音のところを当てるっていう番組だと僕は思ってるんで、はいはい、その中で意見が合わないっていうのは一番いいと思います。はい、はいはい、なるほど。結構視聴者も求めてますよね。だと思いますよね、うん、はい、最近なんかお二人に限らずですよ、うん、結構虎の なんとなくの対立構造ってありますよね、うん、意見の違いでのですよ、はい、はい、それはすごくいいことだと僕も思ってるんですけども、じゃあ高澤さん、林さん以外で誰と割と会って誰と会わない感じはなんかありますか。そうですね、ちょっと分かっちゃうかもしれないんですけど、はい、茂木社長とはすごく多分考え方は近いのかなとは思います、ね、アダルトチームで、はい、ね、はいはい、それは思います、はい、まああえて言えば細井先生とはちょっと合わないのかなって思いますね。ちょっと突っ込みました、はい、どういうところが合わないですか。悪いんじゃないんだけど、はい、やっぱりいろんな遊び心があるわけですよ、はい、皆さん、はい、でそこは僕はちょっと違うんじゃないのかな、遊びすぎじゃないのかなって思うときがあるんですよ。なるほどね、はい、締めるところはしっかり締めたいなって思う派ですね、はい、でも、どの志願者とは、ね、言えないですけど、ね、最近もね、お金取りに来てないのがダメだと、うん、いうことも言ってましたよね。そうです、言いましたね。それもやっぱ真剣に、はい、なんていうか、この場に臨んでるって感じですよね、はい、まあ、ちょっとなんかノリで知名度アップでみたいなね、なんかこれと繋がれればと、何言ってんだろうね、金なんだろうみたいなね、そういう感じですよ。もう本当に今収録したほやほやの回なんですけど、4対1に完全に分かりましたもんね。うん、まあ出す出さないで言えばね。そうですね、はい。はい。細井さん合わない。トモハッピーどうですか。トモハッピーは少しちょっとカテゴリーが違うんですよ。だから合うとか合わないじゃないカテゴリー、別枠なんです。別枠でしょ。別枠ですよね。ねえ、ちょっとトモハッピーはねおかしいんですよ。ちょっといいですよ。でも最近トマホークと林さん仲いいですからね。あ、仲いいですね。仲いいですよ、仲いいけど、はい、変ですよね。あと高田さんの仲良しですよ、ね、仲良しですけど、最近よく一緒にいる三浦さんどうですか。三浦社長ですね、はい、三浦社長も僕個人は多分会うと僕は思ってます、はいはい、ただ三浦社長やっぱりこうやられてるビジネスが結構多分多岐にわたるんで、うん、そうですね、はい、その自分に合ってるかどうかなっていうのをいろいろ見てるのかなっていうのを思うので、うん、自分に合えばきっと多分出すんだろうし、はい、で僕は別に自分がやってる云々は別に、うん、その人がここにその思いを持って座っているっていうのが伝われば一番いいなっていう感じですね、はい。